はい、というわけで、本日5月12日ブレイブル週末大会、本日からは、普段の週末大会と違いまして、新宿スポーツランド本館さんと、セントラル八王子店さん、そして、うちゲームチャリオとご移転の対抗戦の3店舗ですね、三つどもえの、対抗戦、今回7月7日にスポランさんの方で予定しておりますが、そちらのゴイチャリ代表を決めるためのランキングバトルが、全6回本日から毎週土曜日、この大会は、ランキングバトルと題しまして、メンバー選抜の、ね、上位8名をかけた、ランキングバトルが始まっていきます。その第1回目、今回はシングルで13名の参加となります。はい、で1回戦がいきなりレアな対決ですね。鳥海さんのバング対ゼクソのアズラエルという組み合わせからスタートです。それでは2人とも座って始めてください。さあ、まあ、今日は対抗戦ラムとスタートといったものの、全員が全員、ね、対抗戦目当てかどうかというのはまた別の話で、普通に大会参加される方も、中にはいらっしゃるかもしれませんが、さあ普段いきなりこう見ないメンツ同士の対決ということで、なかなかね、その普段の週末大会とは違った特別感が初戦から出ています。この組み合わせ、トリカイバング対ゼクソアズラエル。さあこれは早々にバースト打っていきますね、バング側。先ほどちょろっと言いましたが、バングは非常に珍しいということで、対策は取れるかどうかというのがあるんですが、これは熱波を美味しくいただいてスタンディー重ねだが、ちょっと止まったか。さあ 2B グスタフ確認したようにちょっと見えていい反応みたいな感じでしたけども、さあ1本選手したのはゼクソのアズラエル。おっと、クダイクジャンディカウンター。さあ釘を結構惜しみなく打っていく取り替えバング、そしてバング落として、おっとこれはいい当たり方した。パンサーはしっかりガード。さあ立ちくらいに、まあ、コンボ入れるが立ち B がスカル、しかし毒も相まってこれはちょっと苦しいか。クー投げ、さあ先ほどもクル投げから流れを変えていきましたが、体力差はかなりあるが、これは前ジャンプ入れっぱなし、そしてユリオリですね。1-1でファイナルラウンド。さあクルタイクしっかり取っていきます。さあこれは低空ダッシュでブーメランしながら投げを狙っていましたが、逆にアズラエルが投げる。さあまたも熱波は美味しく取られてしまいます。 2D カウンター、ここでバスト、裏回りはしっかりガードしているが、立ち直眼して何かで割り込もうとしましたかね、これは。さあなんかこれ完全に倒しきりにいったぞ今の。というわけで、1回戦勝利したのはゼクソのアズラエル、2回戦に進出です。そしてその下、ジュノは、1回戦不戦勝なんで2回戦からとなります。ラスクうまい。さあワンピー側、大会程度何年、1年ぶりぐらい、もっとか。マサクチの響き、そして 2P 側、今日はソロで参戦しておりますナックさんの前です。 The wheel of fate is turning. Rebel one. Action.
さあ、私は、昔は結構やってましたが、最近はあまりやれておらずといった感じで。さあ、マイとかあんまり対戦経験なさそうですが、どうなんでしょうか。あー、あれ、そうしっかりガードしてる。これは、ナクさんすごいな。俺だったら絶対食らってますよ。さあ、楽投げからのコンボ、安定コンボ。それでも3連弱減ってます。窓へ窓へからの覚えた。あはー、勝利で羽ばたいていったか。さあ、いい勝負だこれは。勝利打たないで、なぜかクラストリガーを負けてしまったが。さあ、前これは助かったですね。ジャンシー一本選手したのは前。そこです。俺ヒビッカーとしては影飛ばすのもちょっと怖いですね。前のジャンプシーンがバガーン当たってしまいますが。おっと、これは安く済んでいる。さあ、ジャンシーを通していきます。安定コンボを決めて、これは被弾召喚、裏回りから懐かしのコンボ。空中ミサオクダギが追加されてからはね、コンボちょっと変わった感じがしますが、まあでも昔のコンボでも全然対応可能です。1日でファイナルラウンド。さあ、クダギがジャンシーカウンターだから今空対空なんで助かった。さあ、ちょっとこれは早く拾いすぎてコンボに行けない。ジャンシーカウンター、あ、言われて思い出したかのような空中ミサオクダキが決まる。バースト。さあ、サンディで今負けんのかいみたいな感じでしたけど、槍が当たる。さあ、CA で返して劣走ガードしている。めくり中断なんですけども、これ素晴らしいですね。ジャンシー直側から勝利で返していきます。お互い空対空。さあ、 EK ですが 2B 指導なんでちょっと安いか。さあ、当たってしまった。これはわからんみたいな感じでしたね。ありがとうございました。いや、勝手に降ってくるよ。ああ、わからん。さあ、勝利したのはナックの前、2回戦進出です。ゲタモンドセレクション、怪しい感じの。でも美味しい。さあ、1回戦第3試合、待ちまいたい技子のサローです。さあ、 6C も 6D もガードしているが、反撃は入れられない。ジャンシーカウンターだが、これは反応できなかったか。さあ、膝上げの膝上げるところのね、指導はそこそこ減ります。ナオトのあの AA の2段目のボディーブロー指導みたいなことですね。さあ、新姫入りをピンポイントで通していく。さあ、 2C 使ったところ、さすがにジャン A は確定します。このゲームジャン A でも通ればまとまったダメージが取れる。そして技が解放されることでキャラが強くなっていきますね。 2C カウンター。さあ、ここはゲージを使ってダメージを伸ばしていくのか。悲しき。さあ、これは通ってしまいました。 OD せずともといった感じで、一本選手したのはサノン。さあ、開幕タジビア空中ヒット引っかかるが、しっかり空港までつなぐ。さあ、よく我慢してます。ゲダもガードして
石井大空はノーマルヒットカウンターでねお期待して、ジャンプキャンセルしない感じで助かりましたが、カウンターすると立ち B、6B から非常に減ってしまうので、まあカウンター読みでね、地上で様子見てるのもいいと思いますが、いやこれはちょっと脊髄立ちへ押しちゃったみたいな感じの当たり方、アドリブでコンボを決めていきます。安いが何も入れないよりはいい。さあこの構え行くと見せかけてのダッシュ 2A がエランスに刺さる。錦はスカル、これはしっかりゲージ 100% 使い切って倒し切っていきます。11ファイナルラウンド、さあ、サンオー西非常に強いですが、あの高さのエースズランとかだとね西も潰されてかねないので、ここは難しいところですね。さあ立ち合いにガーキャンオーディー投げ入れてました。西カウンターこれですね、立ち合い 6B から 6D で五色 6D ラッキャン 6D。 さあ見えない、そして解放優先です。四式を開けていく、さあこれはノーキャンから殴ってきました。勝利したのはこのスサノオ、2回戦進出です。はい、じゃあ右下いきましょう。右下だけ不戦勝がない感じですね。陽子十兵衛対マイスターラムダ5試合選手勝ち対戦、こちらの方も行いますので、ぜひそちらの方もね、せっかく今日、珍しいメンツ来てるんで、希望を上げていただければと思います。あの人とやりたいんですけどみたいのがあれば、私があの代わりにナンパしてくるんでね、ぜひぜひ単体でもご希望いただければと思います。さあ、1回戦第4試合、マイスターラムダ対陽子十兵衛。さあ中段で補正切りまくってくる、ここはたまらずバーストしていく。さあキャバリエで運んでシックルは重なっていないが危ない、バグステル 3C かわして立ち合い入れていきます。あっとこれはチャレンジン立ち B 指導ですね、いい指導が入ってしまう。なになに、さあスパイクチェイサーカウンターからこれはしっかり運んでいきます。中段さあどうだ、まだ残るか、よけてね 4D ラプキャン 3C、 これが通ってしまいまして一歩先取したのはラムダ。わお、カウンターしましたが、どうなんですかね、チャレンジないときはそれなりに減るんですかね。さあピョコピョコしておりますが、ラムダもなんか引っかかんねえかなみたいな感じで技を撒いていきます。タマラが挟る、投げは抜けて行くが立ち A からコンボが入ってしまう。ドクミーガロンで行くがガーキャン OD が2を切る、逆に OD からやり込んだが EA が裏に回ってしまう。やり込んでますね今の選択肢自体は。あこの上りじゃねえガードレッツソー、さあウルバリンしてどうする、はじめ 2B。 さあ口を振りまいていく、あるかというところでしたが、勝利したらマイスターラムダ2回戦進出です。はい、じゃあ1回戦最後、ユウムラ対アット、
地元勢なんでね、回数出るっていう意味ではすごい有利な位置にいるんで、まあ潰し合いしたところでまあまあそんなに全6回の中で考えればそこまでのあれではないと思うんですが、まあやっぱ記念すべき第1回目ですからね。でも最初ね、上位入って気分よくスタートしたいというのはあると思うので、頑張っていただきたいと思います。 3P 側がアストライチ、 2P 側がユーブライザランです。さあ冬オリギアジャンプ系からコンボを通していく、こう飛ばして、さあ OD、 これは生 OD になりましたかね。さあコンボはできない、さあジャンシー C の2段目がカウンターしたかというところで、ケッパを潰していきます。シエ、さあ 2B を刺して、これはさすがにミスらないでしょうといった感じで一歩先取したのはイザナミ。スワメ返し、空を切る。さあ嫌な流れを切りたいスワメ返しでしたが当たらず、当たらないとね嫌な流れ加速してしまうんで、隙だらけなんで。さあこれはライチ非常に苦しい立ち上がり。さあ困ったら 4D をとりあえず通せばいいということで 4D 通りました。コッパーのコンボで5切れ目はめっちゃ暴れている。さあ1入れ替えコンボしっかり決めていきます。5切れ目はうわーガードしている、頑張って、あ今のうまいですね、空中ガードからの出してね行くが、やはりこの中段が通ってしまうとというところです。勝利したのはユーブラのイザナミ、2回戦進出です。はい、じゃあこれで、1回戦で、ね、シードの方も交えて、2回戦の方やっていきたいと思います。これに勝ったらベスト4でプラス1ポイントゲットという感じになりますね。頑張ってください。さあ過去、ジュノ、ゼクソともにね、そのテンポ対抗戦っていうのは結構ね、おなじみのイベントといいますか、歴史があるイベントで何度も過去やってるんですけども、2人とも千葉代表、ゴイチャリ代表として参加していただいた、過去シリーズね、経験があります。やっぱあれはね楽しいんですよね。もちろん勝った負けだもあるんですけど、みんなでわちゃわちゃね、ああでもないこうでもないってやりながら、こう誰が行くみたいなことやってるのは非常に楽しいんで。さあどちらも代表目指して頑張っていただきたいと思いますが、さあお見合いから先に殴ったのはゼクソアズラエル、イエシドだが痛い、シーファフナーで返していくジュノ、さあ竜英陣もしっかりガード、タッチしかったところに飛びを通しております。あとこれは補正の問題なのか、ジャンピーが、おお友人賞、これはバレバレだったが、スカダズラスキャンからのジャンシーが通るが、さあどっちもちょっとコンボミスっている。さあこれはハフナー出ませんでしたね。テイクラッシュ P が通ってヒットワークリンが早い、一本選手したのはアズラエル。開幕三振、わお、そしたら、あはシルシュカウンターなんで拾えちゃいます。しかしコンボできない、裏回りしゃがみくらいはしっかり逃さない、しゃがみくらい限定で立ち火一段三振がつながります。友人賞我慢できなかった、これはまずいんじゃないか、まずいですね、まずい、しっかり倒し切っていきます。さあベスト4一番乗りはやはりこの男、ゼクソアズラエル、おめでとうございます。